毎日更新ドグチューブ、今日は久しぶりに、お昼にこのお天道様のもとやっております。皆さん元気ですか？僕は元気です。やる気元気いわき。なんとです、今日は私一人じゃないんですよ。スペシャルゲストが来てるんですね。ということでお呼びしましょう。こちらの方です。ゆげさんです。あ、どうも、やる気元気いわき、ゆげです。あお彼はゲーム実況ね、歌い手なんかでクソ有名なんですね。そんなことないですよ。ツイッターのフォロワー数が出たんですよ、はい、12万8000人いました。もう中途半端にもんのやめてください。7万5000円です。すいません、5万人ぐらいもらいました。俺2万5000しかおらへん。その彼がですね、なんとですね、今日このドグチューブの撮影のだけ撮影のためにこれ大阪からわざわざ来てくれてます。そうなんですよ。1本ね、彼に2万5000円払ってますから、ギャラをはい、ためだけに来てくれてます。そうなんです。交通費もいただいてね。そうなの、はい、これ払わなあかん。まあまた請求書か。請求書か。またお前こんなとこにフランスパンつけてない。フランスパンつけて。いやいや、そんな言うほどしゃくれてないでしょ今日ペッパーさあ、この見たことありますか、動画を。僕ね、先見ました。あ、もうほんまにつけ焼き場で申し訳ないですけど、いいす、先見ました。いや、僕こういうの好きです。このね、怪しい1000円の自動販売機をね、はい、当たりが出るまで買うという企画でございます、はい、当たりが何か知ってますか、ちなみに。いや、当たりは分かんないです。なんですか、あのブランドものなんとかですか。でもない。見てください、おこれがここに入っているというね、おおよそ本当とは思えない、このまあでもこのビータ表記、PS ビータ、ビータが入っているらしいですよ。 PS ビータとこれウォークマンでしょ。で 3DS すごいでしょこれ。コーチの見て、オメガ、オメガ、ほんまや。この前ね、僕ね、あの、はいはい、オメガみたいなのも出たんやで、はい、で、うわやったオメガやと思ってよく見たら、はい、時計盤にロマンって書いてあったんや、はい、なんねんロマンってだから、はい、一応当たりゴールとしてはこの 3DS と PS ビータが当たったらこれゴールというふうにして、はいはいはい、まあでもこのクルピカスとかこの辺とか出てもねいいんですけどね。いやでもまあ確かに、まあ、ゲーム機とかは、ね、一番いいんですよね。わかりやすい、まあ、まあただ、はい、あの書いてあるんですけども、まあ、これが入っているとは書いてないんですからねまあまあね、そりゃそうです。おそらく最終的なオチとしてはどっかにめっちゃちっちゃくイメージ図ですって書いてある多分恐れがあるこの辺のちっちゃいところ に, ちっちゃいとこにイメージ図です。くそーそれはあり得るけど、まあ、1000円でこれが出てきたらまあ儲けもんですから。まあね、今まで1万2000円分ぐらい使ってますけど、今日はだからね、はい、もう彼がいるんでこれラッキーも起こるかも。かけ落ちちゃったラッキーが起こるかもしれませんから、はい、じゃあ早速、こういうの引きありますからね。マジで結構あります。じゃあね、はい、いきますよ。1000円、今日の分の1000円。じゃあこれあのゆげさんが入れて押してください。いい、あなたのラッキーにかけますよ。お願いします。じゃあ行って押すっていうのが入りにくいな、これまた入れて。はい、1000円入りました。でこれね、ここのボタンがまた重要なんやで。あ、せやね、上下に点灯してるの、これはいけるやつですね。そうそう、切れとんね。押したとか1回押したとか売り切れになるの。はいはい。あ、でも結構残ってますよね。16個しかないんですよね。これは分からんな。いや、湯気ぽやったらいいもん出してくれると思いますよ。ほら、絶対そりゃそうですよ。そりゃね、まあ、ニコニコ動画で大人気の方ですからねいやいや、僕もね、昨日、まあ、1個ある意味当たりを引いたんで。何の当たりを引いたの？あの黒ひげ危機一発で当たったまあ番組でね、番組でね、黒ひげ危機一発それと一緒に出た番組でそうそう、黒ひげ危機一発をやって、うん、負けたら罰ゲームっていうの で罰ゲームは、南アフリカ巨大殺人ガマガエルのモノマネっていうので、そう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 、もう本番中にえらい滑っとったもんね。えらい滑って大変で、しかももうなんか無茶して指まで切ったいや、ちょっとそれはあんまり本までは言ってなかったですけど、無茶して指切ったどうします、どれしようかな。しかも滑るっていう、これにしましょう。はい、えい、音音で、おお、来た。相当湯気さん、これ重い音したよね。重めの音きましたよね。行きましょう、開けましょう、開けましょう。まあ扉も重たい、ね、そう、扉が重いね重たいでも相当重い音したぞ。ドカーンって言った。あった。なに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 。来た、ビータ来た、ビータ来た、ビータ来た。いや、これは 3DS 来た。僕触って大体分かりましたけど。なになに。あ、違う違うかった。俺の思ってたのと違うかった。これなんやこれ。これ俺の内田裕也が持っとる、これ杖じゃねえのこれ。じゃあ LED 付きスカルアンブレラちょっと開けていいですか。ちょっと開けて。あれ、LED 付きスカルアンブレラ。俺完全に電動マッサージ機やと思ってたんですけど。あのね、夜も使うっていう。うわ、すごい。
もう内田優也じゃないですか、こんなん。内田優也が持ってるこれ、ステッキやで、これ。これだから、普通に傘さす。でも LED ついてるって書いてあるよ。LED どこ？あ、ここか。ちょっと見えにくいけど、これが光るんじゃないですか。これ、どこ？だから、本当は目が光んねや。でもどうしたら。あ、これ、スイッチ分かった。くだらねえ、もう。こっちせっかくに刺してよ。せっかくに刺して。刺して。よし。で、これで押したら光りますか。わかりにくいけど。さあ、ということで、彼が来てもこんなものしか出ませんでした。これきつい。次回は一体どうなるんでしょう。それではさようなら。これきつい。チャンネル、チャンネル登録だ。チャンネル、チャンネル登録だ。